いや12月28日よっ、あ、ケーキがここにない、よっ、本日誕生日の兄弟たちよ、加速せよ、よいしょ、よき音ですね。初めての3人での誕生日です。お三方よろしくお願いいたします。ダイヤの装備どうしよっかな。バカッ、神うまっさ、あげましょう。お誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い1年になること心より願っております。おめでとう、イエー、豪華になりやした、ありがとうございます。それでは参りましょう。ブーレイ、早速、ご説明した通り村人が逃げ出しそうになってたから、今お腹すいたの、すいただの、どうもマグニーでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。本日もやってまいりましょう。今日は 28? え、もう年末でございますね。いや本当に幸せでございます。もうほとんどやっぱ冬休みなのかな。アンケート取ったけどまた確認できてないんだけどね。はい、そしてですね、本日もまだ、はい、クリスマスでございます。はい、ちょっとため撮りしないといろいろとね、ございますんで、そのあたりご了承くださいませ。本日は年末の企画スタートしたいと思います。ショータイ、今日の帽子来いよ。あ、足元に手元、上政です。足元に手元、上政です。足、では参りましょう。本ネタ突入でございます。本日は、はい、村人村に行ってですね、そうですね、年末のそれこそ縁日の何かを演出してえなということでですね、これは昨日、副隊長補佐につけ損ねたダイヤの装備なんですけど、これはまたおいおい対応していくとして、おそらく来年になるんじゃない？はい、というわけで、準備はもうできておりますので、このまま村人村の方に直行し、建築していきたいと思います。お願いします。村人さんたち、あっちに村人村があるのは知ってるかな。私は今からその村人村を、正月に見合うような場所にしていきたいと思ってるんで、じゃあね。君たちは二度と村人村、あ、どうもどうも皆さんね、副隊長補佐と隊長と副隊長お願いいたしますね。はい、もう一人本当はね連れてきたいんだよ、村人の小ゾンビね。難しいんだ、行き足を。やってまいりました、村人村ナウでございます。ここに神社ございますね。この神社へ続く道にですね、こう要するにこう年末大晦日、お正月のですね縁日のようなですねにぎわいを見せてほしいということで、まあこの辺とか、そうだな、まあこっちもだな、うん、屋台的なものを作っていきたいんですよ。はい、この辺りだから商店街にしちゃってもいいわけよ、お祭り会場的なね。はい、だからそこまで建築に凝ることはなく、数をいっぱい作りたいんですよ。たくさんの、もうそれもね、しっかりと裏側から扉をつけて、村人さんたちが出入りできるような、で、固定の店員さんは置かないつもりでいます。はい、村人村の店員が、木の実木のまま、店員になりたいときは店員になり、店員にならないときは店員にならないようなですね、まあ、そんな感じを目指していこうかと思っております。はい、では早速、ご説明した通りな感じで建築進めていくんですが、まあまあでも悩みどころですよね。この池を中心とぐるりと、中心としたぐるりに屋台作っていこうか、やっぱそうしよう。 OK、 はい、準備できました。事務所成功、成功じゃない、完成でございます。ここから作っていきたいと思います。てかこれ邪魔になりそうだな、最終的にここにも作りたいよね。アホだな、そこまで頭が回りませんでした。それでは建築開始いたしましょう。どこからイリュージョンすっかな。イリュージョンポイントはそうですね、じゃあこの辺りにちょっと作っていきます。あ、いいんじゃないですかこれ、これいいんじゃないですか。イリュージョンいきましょう。この真ん中の一番端っこのブロックの真ん中に立って正面向いて、ここでイリュージョンいきましょうか。いくよ。さあ第1回目、年末へ向けた屋台建築第1回目イリュージョン参りましょう。はっ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 イリュージョン、ででーん、はい、2軒作りましたぞよ。まずは、そうですね、タイプ的に1軒タイプ、ほら
もう扉つけたからもう村人が手入りがもうすごいことになっちゃって、あの人がもう、今は店員さんみたいな。中のね設備とかもね一応なんか考えてはいるんですけど、一旦とりあえずね外側作っちゃえばね、あとはもうどうにでもなりますので、はい。でこっちが連なってるバージョン、同じですね。作りは同じなんだけど、連なってるし、ここはちょっと雑に、床には特にこだわっていないというか、まあだからそうですね、家で仕込みしてきてここで商売するみたいな。ここはここでも一応仕込みができんじゃないみたいな感じの場所ですよね。うん、なんかこの辺にテーブルとかなんか設けてキッチンみたいな感じにしてもいいかもしれませんしね。おお、入ってる入ってる。さあ騒がしくなってまいりました。神社付近、これをそうだな、こういい感じに連ねていくか、ようにしたいと思います。てか夜だな、集まってきた、いっぱい集まってきた。待て待て待て、そういう場所じゃない、君たちの憩いの場ではない。ここはしっかりと年末に、商売してもらう場所だから。めちゃくちゃ入っちゃったよめちゃくちゃ入っちゃった村人、どんだけ村人、どんだけ。これオッケー、はい、第1弾イリュージョンは以上でございます。おお、村人が、いや今度ね村人が増えちゃって作業がしづらくなっちゃってさ。お、合体してる、これこそイリュージョンだな。はーい、よいしょ分裂しましたね。今分裂の瞬間をご覧いただいたと思いますが、ちょっとどいてください、ここ置かないといけないんで。あ、こっちも商店街にしてもいいかもしれない。いやー違うね、こっちはね家置きたいから、住宅を置きたいんで、住宅に関してはまた改めて建築しに行きたいと思います。いいね、なるべく神社と雰囲気を合わせて作りたかったのでこうなってます。あぶねえ、村人が逃げ出しそうになってたから今逃げ出せないように、張りましたこの柵を。危ない危ない危ないあぶねえあぶねえ、本当に村人が増えてきたぞこっち側に。いいですね、いい年始がここで迎えられるのではないかという、そんな気がしてまいりました。そうですね、あとこの形の出店を何個、この連なってるバージョンもう一個、あの一軒家バージョンがあと3、4個みたいな感じでちょっと作りたいと思います。はい、よし、じゃあイリュージョン行きますか。よいしょ、イリュージョンショップやりましょう。さあ2回目のイリュージョン、じゃあ角度をちょっとこっちの斜めにしようかな、この感じでしょうか、ね、いきますよ、いきます。さあ2回目のイリュージョン、どれだけの屋台が増えるのでしょうか。イリュージョン、ちっくしゃー、イリュージョン中でございますが、なんだこれは、建築もままならんぞ、これは建築もままならぬ、ブロックが置けぬ。オッケー、結構大変、イリュージョンだけで終わるのはもったいないぐらいにこの取れ高があったんで喋らせていただきました。さあせん、チャスチャス。あとね、うるせえ、めちゃくちゃうるせえ、この子たちギャーギャー言っちゃってます。お腹すいたの、すいただの、トイレ行けてたのでギャーギャー言ってます。あー、すごい勢いで村人が集まってくるから何にもできん、めちゃくちゃ集まってきてどうにもならん状況になっております。あー見た、今掘ったら落ちる、そこに入られると俺はブロックは置けないんだ、そこに。何やってんだこれは、チクショーチクショー、お前らが邪魔で、マジでマジで作業が進まんぞ。はい、すいませんすいません、イリュージョン、いや頑張りまーす。さあ2回目のイリュージョン、どれだけの屋台が増えるのでしょうか。イリュージョン、はい、何にも変わってません。っていうかイリュージョンイリュージョンって言って全然イリュージョンできてないけど、一応こっちに3つ建てましたよ。すいませんね、今回のイリュージョン大失敗だな、もう村人のせいでさ、進まない進まない、すごい数だもん、だってすごい数なの、押し寄せてきて、建築どころじゃないの、ほら見て、もうほら、も
はや大晦日、もはや正月でしょ、これ年中正月みたいなことになっちゃうんじゃない、これすごいね。はい、というわけでですね、あとイリュージョン2回ぐらいやろうと思います。うん、次はちゃんとこう見た目が変わるように、ちょっと角度、やっぱこの角度にしとこうかね。じゃあいきますね。さあ3回目イリュージョン成功するでしょうか。頑張ります。イリュージョン、よいしょー、できたー。こうか、できましたー。時間かけたぞー、今日も楽しかったなー。これで結構いい雰囲気になったと思うんだけどね。はい、今日のところはっていうか、もうこれ完成でいいでしょ。これちょっと事務所片付けまーす。うわー、片付いたー。さすがに疲れるな。いい感じになったと思いませんか。ほらご覧ください、ここか。商店が入り口みたいな感じにしようかと思ってます。はい、ここからね、もう神社行く前の商店街。うおー、人が。でこっち行けば神社ね、こっち行くとまだまだ出店が続いてて、ここもあるし、こっちもございます。出店というか、この辺りはもうおみくじと言ってもいいかもしれないですね。その辺のデザインの差をつけられなかったのは今回私の、一つの後悔ではございますが、村人村始まって以来この辺りに村人が来るという、事態が起こっております。これ素晴らしい進化ですから。はい、これ以上出店増やしてももう面白くないので、あとはね、住居とか、まあなんか思いついたら、兄弟からの、リクエストとかでなんか面白いのがあればそれを作っていこうかと思いますけれども、はい、今回これバッチリですよね。もう年末も間近でございますし、大晦日ここでね、大にぎわい、うん、やりたいと思っております。大晦日とあと正月ね、よろしくお願いいたします。そうだな、なんかあとでっかい鳥居もつけてみたいな、確かリクエストもあったような気がしますんで、鳥居をどっかにつけてもいいかもしれませんね。つけるとしたらやっぱり商店街の入り口として作ったあちらかな。作るとすればここかな、鳥居を、鳥居をくぐってそこはお祭り会場であり、参拝に来る人々の憩いの場でもある。そうですよ。はい、あとは自然にゴーレムとかが湧いてくれるといいかな。こんなにもね、人数がねいると、ゾンビに襲われる可能性がね非常に高いので、まあそうなってくるとまあいろいろ大変ですんでね。あとは、頑張って村人を湧いてくる、村人じゃない、アイアンゴーレムっていうのはこいつのことね。これは多分俺が召喚したやつだと思うんだけど、はい、まあ俺が召喚すればいいんですが、自然で湧いたアイアンゴーレムの方が村人に対する愛情っていうの深いらしいので、はい、そのあたり期待したいと思います。さあ疲れました、いかがでございましたでしょうか。はい、村人がうるさいですが、兄弟通信参りましょう。いいですね、ここからのいい感じの兄弟通信が行えると思います。ご機嫌が、てかちょっとちょい話にならんぞお前ら。よし、ごめん、ビビった。 67% これね、公開時間をね失敗するというミスを犯してしまいましてですね、公開したもんだと思い込んでいたのが公開されていなかったっていうのが限界で、原因でございます。すいません、ご迷惑おかけいたしました。遅いよもう、まんま雪が降ったらお父さんのあったかい感じが増えます、映えますね。あ、いいこと言ってくれる。そういう風に捉えていただくと本当に私は嬉しいです、ありがとうございますね。みんなにね不快な思いをさせるためにやってるわけじゃないからね、楽しんでいただくためにやってるんでね。はい、こういう嬉しいコメントは本当に保存します。おおきに画像マルチ先輩モッドと書いてあります。私がコラボして、やってる方々の顔を書いてくれたのかな、作ってくださった感じですね、ありがとうございます。はい、それでは明日の予定ではございますが、どうしようかな、村人村来てまた建築書もいいんですけど、もう差し迫ってきてますしね。かといってまだ大晦日でもなんでもないので、どうしようかな、どっか建築しに行く、それともなんか検証を挟んで生きるにする、それ昨日やったじゃん、やってないか、検証予定は未定でよろしくお願いいたします。多すぎるわ。それではご機嫌の方に移りたいと思います。お疲れ様でございます。本当に賑わって おりますな、ここは。本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。皆様がここまで応援してくれたからこそ、この発展、そして私の建築力のアップにつながっているわけでございます。あれ、あー、めっちゃいる、失礼いたしますね。よいしょ、マグクラ兄弟、そして私を応援してくださる皆様の幸せ、そして明日の企画の成功を祈願いたしまして、えいっ、アンマグル大名ち
こんなに大人数に囲まれてのご祈願は初めてですね。よいしょ、やっと出れた。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。よいしょ、これにてマップ11は2通りの名前があるよ。マップ11、マップ11ほな。